アッサムとは、インドのアッサム地方で作られる紅茶の総称である。アッサム平原は、世界有数の香水量を持ち、世界最大の紅茶産地である。アッサムの紅茶は、水色が濃い茶褐色で、コクが強いため、ミルクティーとして飲まれることが多い。茶用として、細かく丸まった CTC 製法で製茶されたものが多く出回っている。 4月から5月にファーストフラッシュが、6月から7月にセカンドフラッシュが積まれ、11月までが生産時期である。インド国内で消費される量が多い。19世紀初頭まで茶は東アジアに限定された作物とみなされていたが、1823年、アッサム地方に公益開拓に来たイギリス人、ロバート・ブルースが野生茶樹を発見した。この植物は最初、 独立種として記載され後に茶の木の編種として再記載された。これが高木になる編種のアッサム茶である。この発見がアッサムでの茶栽培のきっかけである。アッサム茶は基本編種よりも寒さに弱い反面、低緯度地域あるいは低高度地域での栽培に向いている。1839年、イギリスに初めて輸出され、以降インド紅茶を代表する紅茶としての地位を 確立した。ちなみにダージリンは中国から導入された基本編集である茶の木をインドで栽培したものである。ありがとうございます。